これは黒文字ですね。まあこんな感じの葉っぱ、なんかこうパッと見ツツジの葉っぱにも似てますよね。こんな感じですよね、ツツジの葉っぱってね。だからこいつのあのなんて言うんだろう、ちょっとあれ見づらい、ここのね茎がね青っぽいっていうか 緑黒っぽいような感じなんだよね。緑黒っぽいような、なんか爪楊枝なんかの材料に使うみたいですけどね、匂いがすごくいい匂いするんですよね、このね黒文字ってね。黒文字はいい匂いしますよ。でもちろんね、このミルイ葉っぱのとこですか、この先っちょのね、このミルイとこ、これ天ぷらで食べれますよ。ここは黒文字いっぱいあるな。あそこにあるのは黒文字じゃなくて、あっちは両部、両部、あー見づらいか、あ逆光になっちゃったね。あそこにね、まあ太陽のちょうど下あたりのグリーンのやつ、あれ両部でしょ、あれも天ぷらで食べれますよね。まあ春はね基本ね、あれ両部かな。ちょっと見づらいね、逆光になっちゃって。今このちょうどカメラの真正面でね、ゆらゆら揺さってる手前っかのやつは両部だよね。こっち側のやつはこれ黒文字だよね、あれが両部だよね。ほら分かります、これ黒文字、あれ両部似たような感じなんですけどね。ちなみにこの下は熊笹、これもみの木、はい、あんま俺知らないんですけどね、まあ、とりあえずそうですね、山菜じゃねえ、天ぷらで食べることができます。はい、これは黒文字です。